関西ヘリコプター、関西ヘリコプター、関西ヘリコプターは関西機として運用されるヘリコプター。ナチスドイツはヘリコプターの実用化に熱心な国の一つであった。空軍はフォッケウルフの FW61 を採択したのに、対し海軍はアントン・フレットナーによる設計を採択した。1939年5月にプロトタイプとして フレットナー FL265 が初飛行し、軽巡洋艦ケルンで試験飛行が行われた。また1940年からは、より高性能なフレットナー FL282 の生産も開始され、少数機がバルト海や地中海、エーゲ海で仙台護衛に投入された。1944年には1000機もの大量発注がなされたものの、 第二次世界大戦終結までにはわずか22ないし24機が完成したのみであった。大戦中にはアメリカ軍でもヘリコプターの艦載運用が試みられた。1943年初頭にボートイコールシコルスキー VS-300 及び発展型の R-4 の試験飛行を視察した沿岸警備隊司令官は海軍作戦部長アーネスト・キング大将に対し 戦乱後 A でのヘリコプターの有用性を主張した。キング大将もこれに同意し、R-4B、HNS-123 機と R-5A、ホニー S-150 機、R-6、ホース -1100 機の調達を指示した。1943年5月7日には、タンカー、バンカーヒルで XR-4 を用いた発着試験が行われ、アメリカ軍で 初の感染上での発着となった。沿岸警備隊は、カッター、コップをヘリコプターの試験艦として改装し、1945年2月には、ホースマイナス1に、ティッピングソナーを搭載する実験が行われた。対戦後もヘリコプターの開発は継続されたものの、潜水艦の捜索、攻撃の双方を担当する場合、 当時の技術ではかなり大型の機体にならざるを得なかったことから、艦載機というよりは、対戦空母などの艦上機としての運用が主体となった。カナダ海軍では、空母、マグニフィセントの退役に伴う、艦隊航空戦力の低下を補うため、ヘリコプターの関西運用を施行するようになり、1956年10月には、QA リバー級に仮設したヘリコプター艦艦で、 ホワール・ウィンド・ホヨン・イエスの運用試験に成功し、1961年よりサンド・オラン級駆逐艦にシーキングを搭載する改修に着手した。イギリス海軍でも下記のように小型機の関西化を施行する一方で、大型のカウンティ級駆逐艦では、大型のウェセックスを搭載し、1962年より運用を開始した。 また1965年から1972年にかけてタイガー級防空巡洋艦がヘリコプター巡洋艦として回収され、ウェセックス4機を搭載した。フランス海軍でも防空巡洋艦コルベールをタイプシップとし、ジャンヌダルクを建造し、1964年より運用を開始したが、大型の艦型にもかかわらず、搭載機はアルエット E とされた。また、 イタリア海軍もシーキング3機の搭載、運用を計画して、アンドレアドーリア級巡洋艦を建造し、1964年より収益させたものの、実際には航空偽装が適合せず、より小型の AB-204AS となった。その後、海上自衛隊が1973年に収益させた春長田護衛艦では、シーキング3機の搭載、 運用が実現したが、これは駆逐艦級の艦艇としては世界唯一の例であった。一方、捜作は艦のソナーに任せてヘリコプターは攻撃に注力するならば小型の機体でも十分であり、これなら艦載機としても搭載可能であることが注目されるようになった。1五十六年十二月、イギリス海軍では十五型フリゲート グレンビルの艦備艦班にヘリコプター艦班を仮設し、フェアリーウルトラライトヘリコプターの運用試験に強された。アメリカ海軍もこれに続き、1957年2月、フリゲート、ミッチャーの戦備艦班で友人のフールマイナス1、ベル47の発着演習が行われたのに続き、6隻の駆逐艦で同様の実験が行われ、 小型航空機の艦載化についてのデータが蓄積された。1959年6月には、クレッチャー級駆逐艦、ヘーゼルウッドの3.4番砲塔を撤去して、21.07.2メートルのヘリコプター艦板と、10.4、7.3、3.7メートル台の格納庫が設置された。これらの試みを経て、イギリス海軍は、友人のウェストランドワスプを用いた、 中距離魚雷投射ヘリコプター、マッチとして配備したのに対し、アメリカ海軍は、無人ヘリコプターを用いた、QH-50 ダーシを配備したが、後に有人機を用いた、ランプスに転換し、1971年より、SH-2D を配備したが、こちらは、攻撃誕生機ではなく、その部位の付設など、防艦を保管しての対戦捜作能力を備えていた。フランス海軍も、 1962年収益のラガリソニエール T-56 型で護衛艦でのヘリコプター運用に着手し、当初はアルエット E を搭載し、後にアルエット E に更新した。また、イタリア海軍でも同年収益のカルロベルガミーに旧フリゲートでは AB-204AS を搭載した。ソ連海軍も1948年の航空ショーで、 展示されていた空軍のカマイナス8の視察を通じて、ヘリコプターに興味を抱き、1950年12月には、軽巡洋艦、マクシムゴーリキー2が試験着艦を行った。そして1958年より、カニンガタク地区艦の搭載機として、カマイナス15が運用を開始した。またその後、初の本格的な艦載ヘリコプターとして、カマイナス25が開発され、 1961年に初飛行し、1962年より過信、ガタクチ区間に搭載されて配備された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。